大相撲秋場所11日目18日両国国技館両大関はそろって黒星琴桜26は小結大栄翔30に押し出されて4敗目豊昇龍25は浦32の送り出しに屈して5敗目を喫した成績次第で大関昇進の可能性が浮上する関脇大の里24は琴勝峰25を押し出し11連勝 後続に二差をつける単独首位を守った大の里を追う2敗は関脇霧島28平幕西木34と高安34の3人となった今場所の主役が大向を唸らせる関脇大の里の白星による余韻が残る土俵上それを引き裂くように大関2人が無粋な黒星館内は一気に鼻じろんだ結び前 龍は立ち会ってすぐに両手を裏の首にかけ、懐へ呼び込むように引いてしまう。慌てて右腕を首に巻き、悪癖の投げ技へ。悪手の連発で送り出された。支度部屋へ戻った大関は報道陣に左手を上げて、対応を遮った。結びの一番、琴桜は勝機を逸した。大栄翔を土俵際まで押し込みながら、相手を見すぎて爪の一押しが出ない。 体を入れ替えられて押し出された、支度部屋へ戻った琴桜は、あ、くそ、と吐き捨て、報道陣に、すみませんと一言。こちらも対応を拒んだ、豊昇龍は5敗目、琴桜は4敗目、大の里は成績次第で大関昇進の可能性が浮上する終盤戦。大関2人はともに大の里との対戦を残しているものの、 龍は早々に支配争いからも完全に脱落。二大関は順当ならば十三、十四日目二代の里と組まれると見られる。昇進問題を預かる審判部の高田川審判部長、元関脇・秋之島は2人について優勝争いは別にして、王の里にどういう相撲を取ってくれるか。